ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターシリーズの用語一覧、ハリー・ポッターシリーズの魔法生物一覧、ハリー・ポッターシリーズの魔法生物一覧では、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズに登場する、架空の生物について述べる。解説文に記されている、MOM 分類とは、魔法症による生物の危険度を示したもので、X の数が多いほど危険な生物ということに、 なっている。ただし一部に例外があり、ケンタウルス、水中人、一角獣は、攻撃的なわけではなく、相手に尊厳をもっての待遇を求めるという意味で、4X、不死鳥は、その飼育の困難さにより、4X、スニジェットは希少な保護動物であるため、4X となっている。動物は、魔法省による、魔法界の生物の三分類のうちの一つ、 他に、存在と、霊魂がある。動物とは、魔法社会の法律を理解できる知性を持たず、立法に関わる責任を担うことができない生物で、ある。この1811年にグローガン、スタンプ魔法大臣によって定められた定義に、達するまでに、人たる存在と動物の線引きにはかなり苦労したと、される。最初に分類をしようとしたときには二足歩行であれば、 人たる存在として分類し、会議場に召集をかけた結果、トロールが会議場を破壊し、鬼ババは獲物である子供を探し、妖精が飛び回るという、全く収集のつかない事態となった。なお、最初に述べた定義で、すべて解決したというわけでもない。例えば、マグルを動物に分類せよという過激論者もいる。 映画版のピクシー妖精伝説の生き物これらの生物はハリー・ポッターシリーズの作品世界においてもその実在性が疑われる生物である。俗に言うアジン。これへの分類を拒否したのはケンタウルス、水中人、霊魂。可能性があるのはビーラ、巨人、小人、亡き妖怪、妊婦、屋敷下も妖精。映画版の狼人間、ハリー・ポッターシリーズ。 ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧。ハリー・ポッターシリーズの魔法生物一覧ここでは、魔法生物のうち、キャラクターとして登場する、名のある個体について述べる。種については上述の、高2を参照。映画版のケンタウルス種については上述の、ケンタウルスを参照。種については上述の、屋敷しもべ妖精を参照。 種については饒舌の水中人を参照。種については饒舌の巨人を参照。フクロウ、ハリー・ポッターシリーズでは、フクロウは魔法使いの手紙を運ぶ手段として位置づけられている。猫犬ヘビその他のペット映画版のフォークス。ありがとうございます。